映画館とは映画を観客たちに見せることを主目的とした施設のこと。映画劇場とも映画館では観客席の前の大きなスクリーンに映写機によって作品が投影される。1899年にフィラデルフィアで開催された博覧会においてシグマンドルービンが映画を上映するパルテノン風建築のシネオグラフ館を期間限定で公開した。 これが世界初の映画館ともされる。1905年頃からアメリカで5000都で入場できる映画館ができる行した。これらの映画館はサイレント映画を上映していた。歴史映画館の特徴はその大きなスクリーンにあるので映画館で上映されている作品や映画館を象徴的に英語ではビッグスクリーンとも言う。テレビをスモールスクリーンと呼び、 対比的に用いている。かつてスクリーンはやや銀色がかったものを用いていたので、英語ではシルバースクリーン、日本語では銀幕という。英国英語ではシネマ、米国英語ではムービーシアターあるいは単にシアターと称し、日本でもシアターと称する場合があるが、シアターは映画館と劇場とを総称する言葉である。フランス語では サールでシネマ、サルドシネマあるいは略して、シネマとも言うので、日本では短い型を採用して、フランス風に、シネマとも呼ばれる。1889年に、トーマス・エジソンらが発明したキネトスコープは、覗き窓を小窓から一人で覗き込む、人英式の映画装置であり、内容もちょっとしたコントや寸劇程度のもので、デパートやドラッグストアなど様々な場所に置かれていた。 1894年春、ブロードウェイに、元靴屋を改築した、キネトスコープパーラーが開店し、複数台並べられたキネトスコープを観客が順次、覗き見て回るラウンド制上映が行われた。スクリーンに投影された映像を不特定多数の人間が、同一の場所で、視覚的に共有するタイプの上映装置は、リュミエール兄弟が開発した、 シネマトグラフリュミエールによる1895年の公開が最初である。このタイプの上映は、ボードビル劇場や地方のオペラハウスなどでの添え物的な上映か、ストアフロント劇場と呼ばれる仮設劇場での上映に限られていた。フランスの北部の街、アニッシュにあるエル、イデアルシネマ、ジャックたちリデアルシネマ、ジャックたち。 1900から1901年頃に建造された最初期のものともみなされることもある映画館。1900年のパリ万国博覧会では、ルミエール兄弟が後のアイマックスシアターの登場を予感させる巨大スクリーン、巨大会場での上映を行った。また、1899年のフィラデルフィアでの博覧会では、シグマンド・ドルービンが後のピクチュア・パレスを思わせる。 パルテノン風建築のシネオグラフ館を公開している。期間限定とはいえ、これが世界初の映画館といえる。発明家ウィリアム・ジェイ・キーフが1904年のセントルイス・バンコク博覧会で発表した列車型ライドに乗ってトンネル内のスクリーンに映し出される映像を楽しむ疑似列車旅行装置は1905年に改良を加えられて、 主要都市の遊園地内に設置され、ヘールズツアーズの名で好評を博した。観客は、列車型の館内で、ファントムライド映画と呼ばれる、動く景色の映像を見ながら、ショットに合わせて列車が振動し、汽笛を鳴らし、人工の風が吹き込むのを楽しんだ。1905年頃、ニッケルコイに1枚で入場できると、アメリカで流行した。これが、 最初の常設映画館であると言われている。スクリーンの大きさは縦3.5メートル、横4.5メートルほどの大きさしかなく、設備も伴奏用のピアノがあるくらいだった。映写機は1台しかなく、フィルムを掛け替える間、厳灯機によるスライド上映が行われた。スライドの内容は、他のお客様の迷惑になる行為はご遠慮くださいといったメッセージや、 観客が合唱するための歌詞であった。サイレント映画にオーケストラによる伴奏がつくようになったのは1910年頃からである。工業形態は1、スライドに15分ほどの映画上映3、歌詞とイラスト付きのカラースライド上映と、館内合唱4、幕愛後1に戻って3回目の映画上映で終了といったものが一般的だった。 英語を介さない民でも理解できるサイレント映画の上映は彼らをアメリカ文化に同化させるのに重要な役割を果たしたと言われる。一方で黒人専用映画館や白人から隔離された黒人専用席などの差別待遇もあった。しかし強制を極めたニッケルオデオンも映画の長尺化に伴い出荷対策の不備、スクリーンの見難さ、 収容人数の少なさ、劣悪な衛生環境、換気、冷暖防所設備の不備などの問題のために1913年頃には衰退していった。現代の野外映画館1900年代半ばからは夏季の館内初期対策として屋外上演施設が建設され始めた。1917年には一般映画館に冷房装置が備え付けられるようになり、 1930年代には同じく、屋外上映施設のドライブインシアターが登場したため、この頃には姿を消した。ただし、屋外映画館での上映は、ロカルの映画祭などで、現在でもイベント的に行われているし、南欧の古い映画館には、屋根が、開閉式のものが存在する。 1920年代には映画の芸術としての側面が注目され始め、前衛芸術家やアマチュアのフィルムメーカーによる意欲的な実験映画や純粋映画が芸術家の集まるカフェやアートハウスと呼ばれる専門映画館で上映されるようになった。1915年頃から宮殿を思わせる豪華絢爛な巨大映画館ピクチュア・パレスが登場し始める。 ベルサイユ宮殿などを参考にして華美な装飾を施した。この映画館の収容定員は1000から3000名で、入場料はニッケルオデオンの5倍から40倍ほどの高額であった。工業形態は1、ドアマンによる出迎えに案内係によって座席まで誘導される3、オーケストラによる序曲4、序曲が終わり、 照明が落ちる5、ニュース映画上映6、短編の旅行記映画あるいは、実験映画の上映7、声楽家、ピアニストなどのライブパフォーマンス8、30分ほどの、喜劇映画あるいは短編アニメーション映画上映9、プロローグ10、本編上映11、オルガン演奏と共に退場。1910年代後半から20年代にかけて、建設ブームが起こったが、 トーキー映画の出現と1929年の経済強行によって県営が圧迫されていった。このタイプの映画館は現在ではほとんど残っていないが、ロサンゼルスのエジプシャンシアターなどは営利目的よりも文化的目的で現在でも上映活動を続けている。1932年頃から中規模映画館による永久映画、 B 級映画の長編日本立て工業が始まった。この頃の映画館では特に館内の静粛性は求められず、上映中の入り退場は自由であった。冒頭部では出演するスターたちがクローズアップで紹介され、観客たちはお気に入りのスターに拍手喝采を送り、映画会社も観客の反応をスターの人気を測る尺度にしていたという。この工業形態は、 1948年にパラマウント社が独占禁止法違反の判決を受けてから徐々に廃れていった。30年代前半にはニュース映画専門館が現れ戦時中の情報源として重宝された。この携帯の映画館はテレビが普及する50年代まで存続した。フィンランドのヌルミアルビにある小さな木の樹派映画館が1958年にオープン。 しました。1933年初夏のニュージャージー州に登場した。アメリカで本格的に流行したのは第二次世界大戦後のことである。終戦直後には100巻ほどしかなかったが、車社会の到来、ベビーブーム、住宅地の郊外化などの要因によって1950年代初頭には3000巻ほどに増えた。1948年には、やはり、 ニュージャージー州に乗客とパイロットが飛行機に乗ったまま映画を見ることのできるフライトインシアターが開館された。他にも1973年の円形劇場型のドライブインシアター、宿泊客が部屋の窓越しに映画を見ることのできるシアターモーテルなど奇抜なアイデアによる映画館が現れては消えていった。ドライブインシアターも ピークを迎えた50年代半ば以降はテレビに押されて衰退し、1970年代までには大半が閉館を余儀なくされた。1970年代初頭、文化先進諸国におけるポルノ解禁に伴い、多くの小規模経営映画館が、成人指定映画専門映画館化し、爆発的流行を生んだ1980年代以降、シネマコンプレックスと呼ばれる。 複数スクリーンを持つ大型映画館が増えている。ショッピングモールなどと併設して郊外に建設されるケースが多く、今日では映画館の主流形態となっている。鑑賞環境の地域格差の是正、メディアリテラシーの向上、街づくりへの貢献などを目的として、地域住民や地方政府などが中心となり、上映を行っている団体。 もしくはそれらの団体が拠点とする映画館を指す。ドイツでは、コミナールキノという名称で1970年代から、主に地方政府の支援を受け公共性の高い映画館として広まっていった。イギリスでは、英国映画協会が認定した公共映画館が、リージョナルフィルムシアターという名称で多様性のある作品を上映している。 日本では1990年代以降発生した中心市街地の空洞化やシネマコンプレックスの台頭に伴い地方でミニシアター作品が上映されなくなったことなどからこのような活動が盛んになった。概念としてはドイツのコミナール機能を元としている。ナンバ丸い東方シネマズナンバ本館1903年10月1日東京浅草で 電気館が開場した。これが日本における映画常設館の始めとされる。映画館は、新作映画を全国規模で一斉に上映する、風切り館と、独立系の新作映画を上映する、ミニシアター、旧作映画を主体に上映する、名画座に大きく区分される。また、エイリンが定めるレーティングに従い、R-18 指定の映画を中心に上映する、映画館を、 成人映画館、それ以外の映画が主であるものを一般映画館と区分することがある。風切り館は大手映画会社によって築かれた全国規模のネットワークができており、テレビのネットワーク同様原則としてネット元の映画会社が選択した映画を上映する映画館である。この場合、ある程度のヒットを想定している。大都市圏には、 チェーンの中心となる館が設定される。風切り館よりり地の劣る区域には、風切り館から1から2週間遅れで新作を上映する2番館というものもあり、さらに遅れて上映する3番館というものも存在した。2番館、3番館では日本建や身元建の工業が一般的で映画会社も 特定の一社ではなく複数の会社の作品を取り混ぜて興行することも多かった。この階級付けはシネコンの登場で薄れつつある。独立系映画界制作、輸入の新作映画など小規模での公開を前提とした映画を上映する映画館をミニシアター、旧作映画を主体に上映する映画館を名画座と呼ばれている。 名画座は、レンタルビデオや DVD の普及により、減少傾向にある。また、シネコンミニシアターともに午前中のみの上映や、夜間上映などで、公開作品数を増やす試みが浸透している。かつては、映画館の名称が、劇場、座となっていたり、映画館自体を、劇場と呼ぶことも多かった。これはもともと一部の大規模映画館では、 映画工業の合間にアトラクションとして実演が催されていたことにもよる。したがって楽屋を備えた映画館もかつては存在した。現在では演劇の劇場との区別のためか名称として用いられる例は少なくなっているものの劇場内は禁煙です。と映画館内部を指す用語としては使用されている。なお、シネコン等では スクリーンを道義として使用している例が多い。2009年現在、営業中の常設館として、日本最古の映画館は、新潟県上越市にある、1911年創業の高田世界館で、現在使われている建物も創業当時のものである。また、長野県長野市にある、長野小畜愛宵い座の建物は1892年から、使われており、 こちらも最高級である。都道府県庁所在地ほどの都市であれば、常設感があることが一般的であるが、奈良市と山口市には常設感は存在しない。日本でもシネマコンプレックスが1990年代、2000年代、頃から徐々に増えてきており、現在では映画館の主流は、シネマコンプレックスという状況になっている。これにより、かつてあった、規模や、 立地条件などにより区分された映画館の等急付けは完全に無効化された。日本においては1960年代前半から日本独特のジャンルであるピンク映画を上映する映画館が現れ始めていた。日本においては競技のポルノ映画は存在せず、ピンク映画、日活ロマンポルノ、同性愛者向けのゲイポルノなど日本独特の成人映画が制作されている。 また、1990年頃までは、ヨーピンと呼ばれる、海外のポルノ映画を、日本の基準に修正した映画も公開されていた。日本で制作された、成人映画及びヨーピンは、映林によってすべて成人指定を受けたことから、これらを上映する、映画館は、成人映画館と呼ばれることが多い。その後、レンタルビデオ店が繁盛するにつれて、こうした成人向け映画館は、 廃れていった。ただし、性的な映像の市場としては、アダルトビデオや DVD、インターネットによる動画配信が主流となった今日でも、成人映画館は都市部の片隅に少数ながら存続している。また、ダンスショーなどのライブパフォーマンスにより、観客との交流が活発に行われているのも大きな特徴である。一般的に映画館は個人によって所有。 運営されるケースは少なく、映画館運営会社などによって運営され、顧客にチケットを買ってもらい入場をさせ、映画を見せ、会社はそのチケットの売り上げによって利益を得るという形をとる。他方、上映用フィルムの配給元となった配給会社に、対し、定額ないしチケット売上額に対する一定割合の額を、フィルム貸し量として支払う。これが映画館の経費の多くを占める。 日本では厚生労働省が監督官庁であり直接的には所在する都道府県または市が設置している保健所の監督を受ける。また都道府県ごとに生活衛生関係営業の運営の適正化及び進行に関する法律に基づく工業生活衛生同業組合を組織している。なお、この組合はあくまで任意加盟である。例えば、 シネコンがオープンする際に、地元の既存映画館と対立するケースもあり、その結果、そのシネコンは組合に見た盟のままとなっている例もある。映画館の設置にあたっては、工業情報に基づき都道府県知事の許可が必要となっている。また、建築基準法による用途規制により、映画館は客席の面積が200平方メートル以上1万。 平方メートル未満である場合には、近隣商業地域、商業地域、準工業地域でのみ設置できる。200平方メートル未満であれば、準住居地域でも設置できる。映画館の規模によっても違うが、一般的に、劇場内部には1スクリーンあたりおよそ80から600席の座席が設置されている。1スクリーンあたりの平均的な客席数は、 300席未満の映画館が多い。映画を鑑賞するための入場券は前売り、内視当日券という形で販売される。前売り券の場合は、多少の割引や、非売品の記念品が付属するなどの特典が付くことが多い。金券ショップに持ち込まれたものを購入することもできるが、トラブルが解無というわけではないので、そのような店での入場券の購入の際には、 注意が必要である。また、夜間上映などの時間帯、内視学生割引、レディースデー、映画の日シニア割引など、様々な割引制度が実施されている。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っている障害者は、窓口に当該手帳を提出すると、映画館によっては、 当該障害者及び同伴の介護者の入場料金を割引く。映画館の受付ロビーには、上映中の作品や次回上映予定の作品のポスター、上映日程、時間帯などが示されている。これらや、新聞広告、テレビ CM などの情報をもとに、観客は自分が鑑賞したい作品のスケジュールを知り、後日に映画館に足を運ぶ段取りとなる。 また映画館によっては、上映作品の販売状況などが、空席があるのか満席かなどが受付の、電光掲示板、ないしインターネットのウェブサイトなどで確認できる場合がある。日本の映画人口が、減少期に入った1960年代後半以降、多くの映画館では、流し込み制を採用してきた。が、近年主流となっているシネコンやミニシアターでは、 入れ替え制を採用しており、チケットに指定された、会の上映が終わった後は、観客は速やかに劇場から退場しなくてはならない。いずれの方式においても、入り口を出た後の再入場は、基本的に許可されていないが、トイレや自動販売機、売店などが、館内に設置されていない等の事情により、入場時の判券を提示することで、 その半券記載の上映時間内であれば許可するシステムを取る館もある。客席外通路などでパンフレットが時に関連グッズも販売されることもある。冬切り初日などには出演者や監督などが舞台上に立ち観客に対して舞台挨拶を行うこともある。下記の上映制度の分類は加藤みき著『映画館と観客の文化史による。 映画館を興業する会社の一覧を以下に掲載する。日本の大手一覧映画配給会社系列、または全国展開している独立系工業会社とその関連会社である。北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方、フィレンツェのチネマオデオン館内。ありがとうございます。